では、太ももの前の部分を伸ばしてあげます。まずは外側、足を曲げて、この部分が伸びているのを意識して。次は正面の部分を伸ばしてあげます。まず反対の足でサポートしてあげて、軽くお尻を持ち上げて、正面の部分を伸ばしてあげましょう。そのままお尻をちょっと上に持ち上げて、足を外側に倒すことによって、今度は内側の部分を伸ばしてあげます。足をほどいてあげて、お尻を床につけて、あぐらをかくように座って、できる人はここからお尻をぐーっと突き上げて、胸も突き上げて、で、緩めて反対側。まずは外側。お尻が変に浮かなく、まずしっかり床につけてあげる。次は正面。反対の足で床を軽く押してあげて、お尻を持ち上げて、緩めれる人は一度緩めて、そしてお尻を軽く持ち上げて、そのまま反対側に倒すことによって内側を伸ばす。足をほどいて、あぐらをかくように座ったら、そのままお尻をぐっと持ち上げて、胸を天井を見てあげて、で、緩めて。